機密文書などを裁断するシュレッダー。裁断されたクズは繊維が短く切れてしまっているため紙としてリサイクルすることは難しく、多くは燃やされているのが現状です。シュレッダーの骨子を土の中に入れて、で分解するよう なんか面白い微生物が得られたら、なんか研究とか使えるんじゃないかなと思って。こう話すのは、環境微生物学を専門とする九州大学熱帯農学研究センターの松本勝准教授です。シュレッダークズの有効活用を考えたきっかけは、キャンパス移転に伴い大量のシュレッダークズを目にしたことでした。微生物の研究を重ねた結果、土の中に広く分布するトリコデルマ菌という細菌の中に、紙を分解しながら増殖する菌がいることを発見。最も効率よく分解する菌に911株という名前を付けました。土壌の中にあっている植物に悪さをするような病原菌に対して、その悪い菌をやっつけるっていうような菌、まあ、そういったような働きもありますし、農作物のその栄養の吸収をまあ助けるような、そういったような働きもあったりするので。このトリコデルマ911菌、紙を分解するだけでなく農作物の成長を助ける効果を持っています。松本准教授はシュレッダークズを培養土としてリサイクルしようと、福岡県リサイクル総合研究事業化センターや福岡県八女市の園芸用の培養土メーカーとともに共同研究に取り掛かりました。こちらが浄水ケーキになります。はい、飲み水の方を、まあ、その浄水場で浄化するときに砂みたいなのが沈殿してきてできた土になります。5年間に及ぶ研究で、浄水場から出る産業廃棄物の浄水ケーキとシュレッダークズなどを混ぜた土にトリコデルマ911菌を入れると効率よく繁殖することが分かりました。こちらが材料と菌を混ぜて養生している状態のものです。菌が増えているからでしょうか、味噌のような発酵した匂いがします。トリコデルマ911菌は浄水ケーキを住処にして餌となるシュレッダークズを分解吸収することで増えると考えられています。材料を混ぜて1ヶ月ほど寝かせることで、農作物の成長を助ける菌がぎっしりと詰まった土壌サプリメントが完成します。菌が食べてこう分解していって、まあ、だいぶこうシュレッダー越しも見えなくなってきているような状態ですね。これ本当、まあ、廃棄物と菌を混ぜて放置していれば勝手にできるので、かなりまあ安いというか、まあ、簡単というか作りやすいというか、そういう感じですね。はい、この土壌サプリメントを配合した培養土で育てた野菜は、他の土で育てたものよりよく成長し実をつけやすいということが確認されています。今年3月には培養土を製品化し販売も始めました。実のなる野菜の土だけではなく、この資材を、まあ、土壌サプリメントを使った、まあ、いろんな農業用の資材を、まあ、作っていきたいなと思っております。シュレッダーコシをこういろんなところからこう回収してきて、まあ、うちでこう製品化して出せるような、そういう、まあ、大きくしていきたいなという気持ちはあります。はい、燃やすしかなかったシュレッダークズを菌と混ぜて放置するだけ。しかも出来上がる培養土の栄養価が高い。循環型社会のお手本のような取り組みが福岡で進んでいます。